い、こんにちは、ブランド会社長です。神田です。あれ、いつや次。もう未来の動画ばっかり撮ってるから、いつですか。28とかですかね。28ですね。7月28日の日曜日、社長 T シャツ入荷っていうか、まあ社長 T シャツ入荷っていうか、全部社長 T シャツなんですけどね。まあそうですね、毎日僕選んでますから、はい、という中で、今回の目玉というかメインはニューポートでございます。ニューポートの T シャツっていうと 2,3 年前にちょっとしたブームが巻き起こりました。そもそもニューポートって何のメーカーか知ってますか。タバコですか。そうです、はい、タバコでございます。だから、まあ、ある種酒とタバコ店で出せばよかったんですけど、まあ、やはり丸ボロだけという括りが1個あったので、出しませんでしたが、実はまだ買えるうちにと思って集めておりました。最近古着屋さんも見ないですね。ちょっと少なくなってきましたね。少なくなってきたと思うし、はい、まあ、徐々に値段上がってきておりますので、僕たちがこれ販売する金額って決して高くないと思います。街のなんかこう量販店の古着屋さんでもこれぐらいつけるのかなみたいな、うん、はい、という中でサイズ感等々にはこだわったラインナップとなっております。その他もちょこちょこございます。で、最近ね、忙しくて撮れてないんですけど、トゥデイみたいなね、フルワンスタイリングでも、ニューポート何あったかな、クロムハーツとガシガシ合わせましたね。なんかそういう着方も僕はかっこいいと思うんですよ、個人的にはね。だから、1万円超の T シャツだからと侮るなかれ、なかなか結構着るとテンション上がる T シャツですので、最後までご視聴よろしくお願いいたします。いってみましょう。ということで、ニューポートです。まあ、一応ばっくり2サイズご用意してるのかな、 LXL と、はい、はい、まあ一番定番のロゴです。オレンジにグリーンの発色の綺麗なタイプですね。オレンジ、オレンジのデカロゴで、まあでかいだけが味じゃないと、はい、当然でかいインパクトがあるのもいいんだけど、ちょっと控えめなクールなね、ちょっと小ぶりな、小ぶりな、うん、クールなって言ったのに、なんで小ぶりなって言い換えたのいいと思いますよ。いいと思います、はい、とか単色グリーンっていうのもあるわけですよ、これと思いきやコピーライトみたいにこう入ってるのもあると。ある、ちょっと変わりだね。で、同じグリーンはグリーンなんですけど、縁取りブラックのグリーンもあると。結構これ楽しいと思います、はい、当時だからニューポートのタバコを多分ワンカートンとか買えばもらえたのかな。そうなんですかね。ああ、いい時代ですね。錬金術できるね、今やったら丸ごともらえるそうですね、うん、俺もそれ買う、もらうためだけに全部回るわ。そうですね。うん、ビックリマンチョコみたいにタバコ捨てるかも知ってる。シールだけ欲しかった人がってことですよね。そう、 J リーグチップスやったの俺らの時代。あー、プロ野球チップス集めてましたよ僕も。あー、俺貧乏やったから友達のポテチチップスもらってたわ。あー、ポテチいらんっていう子いますもんね。そう、あっちゃ当たりゃいいのよな。何十円の話やからね。30円、今高い人はもう100円ぐらいするでしょすると思います、ね、びっくりしますよ。コンビニ行ったら最近アイスクリームって100円で買えないんですね。物に、うん、そう、でも160円ぐらいするね。あー、全然します、全然します。180円ぐらいすると思う。100円ではないですね。100円で買えるものってもうないよね。ガリガリ君も値上げしましたもんね。オレンジは60円やわ。なんか最近値上げしてましたよ。でも100円はいってなかったはず。リッチみたいなのが100円ぐらいだけど、なんかリッチ、ガリガリ君リッチみたいな。あー、でももう2人とも、もうこの動画さえ撮影場合は飲みに行くの浮き足だったのにはい、グレートフルデッド、かわいい。バックプリントも非常に良い、ちょっとアウトドアな感じですね。はい、Going where the West is って、だ、これもね、本当はしっかり紹介したいんだけどね、なかなかちょっと時間がってことで、店頭で、はい、薄いグリーンの総柄、はい、カウンターも店頭のこと多いので、はい、接客受けてください。フロントは小ぶりなスカルなんですよ。うん、で、バックが、これ僕がなんでチョイスしたか分かりますか？いや、わかんないっす。わかりませんか？バックプリント見せてください。上なんて書いてある？グレートフルデッド。その下なんて書いてある？え、安楽死って書いてあるはい、ローマ字読みなんですね。こういうね、はい、まあローマ字読みってか、英語を無理より日本語にするローマ字書いてみたいな、こういうのってなんか外国人の兄ちゃんが気合ってかノリで入れた感じ、例えとかあんま意味わかんねえ。なんか、はい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 、俺タイの友達にここの膝裏に勤勉、働く、勤める、勉強の勉で、はいはいはい、左膝裏に勤勉、膝裏やで、はい、でもう右膝裏に患者って書いてあるね。患者、患者さん、はい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 、どういう意味なんやろ。
だろうめっちゃ働くってことなんかなみたいな。まあなんかフォントがかっこいいとかで入れてるかもしれないですね。そのなんか字面が彼ちょっと事件起こしたらしくて逮捕されてあ、そうなんですか。切れたら怖そうやなこいつ思ったんですけどはい、ということで安楽死 T シャツで、スリップとゴリゴリの Y2K もまあ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 雰囲気にて出してきます、うん、かなりお安いんでどうぞ。でこれはもう普通にロックオンミルウォーキーって何でもない T シャツなんですけど、僕ねこのダメージ好きなの。あー、その垂れる感じ。わかるわかる、はい、ナンバーナイン細川さんに聞いてみて。細川さん細川さん社長がこのダメージ好きって言ってたんですけど、細川さんがおナンバーナインやなって言いますかね。同じこと言うかもしれないですね。言うとナンバーナインやなっつって、これがあのどん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 ウォレットチェーンに引っかかってさらに避けていくっていうね。ナンバーナインやなって大変っちゃ大変なんですけどね、はい、それがいいですね。でちょっとうちっぽくないんですけど、まあ需要あるでしょ。ザ・ファントム・オペラだったり GG トップですね。響きの好きなバックビルもしっかりあって、ツアー2003です。 RY2K ですね。お値段お安くしておきます。ワールドカップ USA94 なんですか。ローズボールってあるんです。こんなんあったんすね。はい、オーバーブリー、まあ、めっちゃ安いんで、はい、夏場来てください。これかっこよくない？メルセデス・ベンツ・オブ・アレクサンドリアよ。アレクサンドリアっていう地名ですか。わかんない。そうなんじゃない？アレクサンドリア店。電話かけてみて。書いてないけど。かかるんすかね。Gグラス隠し料出してくれよ。はい、かっこいいでポケットポケット。今日カンタ君にそういえば昼間運転しながらアーマーゲイジで説明しましたね。アーマーゲイジがわからんって言って、どういうことですか社長。フィアットのなんちゃらですか。余計ややこしくした話をねしましたね、うん、フィアットのやつもなんかちょっとで、トイストーリーです。まあもうこれもうほんまに仕入れ値にしますので、お安くいきます。はい、行ってください。かわいい、超かわいい。これやれてます。かわいいね、これ着たいね。ミッキーの T シャツ買おうかな俺今回の大会で。1分2枚。ああ、いいんじゃないですか。うん、ミッキー買おう。スピードレーサー、バックフリもしっかり。これ結構珍しいパターンですね。あんま見なかったです。うん、いつも皆さんが想像するスピードレーサーとはプリの中に違うと思います。右袖プリがバンティみたいな入った、まあ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 あの柄のやつなんですけど、はい、これ注目すべきポイントはそこだけではございません。わかりますか。こうじゃないプリントでもわかるけど、はい、そのこの柄とかじゃない、この配置とかじゃない。ただこれは僕はやっぱりちょっとなんかいいなと思っちゃいますね。今日着てないな。今日テキストって着てたから俺もそれかなと思ったけど違いましたね。ちょっとわかんないです。ファッションビクティムです。あっさ、ほんとっすわ、入ってます。あとまあこのこんなキワキワまで入れてここにコピーライト入れるみたいな入れにくかったでしょうね。これはいけてますよ。ぜひやれてきた方がかっこいいかな。キセリングストップエイズです。はいはい、かわいい一枚です。かわいいですね。最後かなです。あ、僕も今着てます。ファックユーユーファッキンファックです。これかわいい。ちょっとちゃいますもんね。なんかくどくない、これほど強そうじゃない感じがいい。ポップですよね。ポップポップ、それが言いたかったの用意してくれた。ポップです。素晴らしい。ということで20枚ちょろですね、はい、あの比較的本当求めやすいです。最近なかなか言えてませんでした。2万円握りしめて来ていただければそれなりに遊べると思います。はい、ただまああのスタッフ少ないのでなかなかちょっと接客入れないパターンも多いかと思いますので、かまってちゃんは来ないでください、はい、ということで明日お昼1時からグレタルの大阪、社長ラックここら辺にね、あのバババッと入ってますので、場所分からない方はスタッフの方にお気軽にお尋ねくださいということで、最後までご視聴ありがとうございました。日曜日お昼1時から皆様のご来店心よりお待ち申し上げております。ブランドバイヤーズ社長とカンタでした。バイバイ。